あまあ、あの夢はね、あの俺はあんま考えない方がいいと思うよ、本当に。とりあえず、そらく自分がそう生きてきたんで、僕はね、ちなみに高校3年の時、あの指導というか、三者面談の時、そのところでお前はそのどうするんやって言われてね、分からんな言うて、その夢とか目標言う、それ何もないわ言うて、もうね、みんな何か考えてるんやぞって、お前も考えろって言われるんやけど、考えるって言ったってこの頭で考えるだけでしょ。でね、俺の知ってる範囲で何かをするんか、いっぺん世の中に出てみてから気づいてから勉強するんだったら俺一生懸命したかもしれんって、なんか本当理由もないのに勉強せえ言われても、こう何も発動せえへんかってね。だけど僕はまあ最後の最後名台詞言ったなと思ったのが、先生に対して、先生俺はね何も決めないということを決めたんですって言ってね、なんちゃそうって言われたんやけど、とりあえず今は俺は何も決めやへんねや言うて、もうあるがままで行くから言うて、けどそうやって言って東京で出たら、その焼き鳥屋で太田っていうその師匠がね、お前の知ってることはこんなちっぽけなもんしかない、その中で一つ決めると、例えば学校の先生になるとかって決めるとね、教育学部のある大学行かないけん、あ教員採用試験に受からねばならないという、なんかねばならないねばならないねばならないが何かを決めるとね、必ず直結してくっついていくわ。でもそのね、でもそれ以上に教師になることが俺にとってワクワクすることなんだという気持ちが強ければね、このねばならないなんて普通には感じやへんね、なもん乗り越えて当然じゃってそう思ってる、それは教師になるということに対するワクワク感ね。けど決めると人生の道って狭まるよ。で俺なんか18の時はもうまさに師匠に出会ってからもう心はフルオープン、もう毎日ギアはニュートラルみたいなね、もう毎日いろんな人に出会うから。だけど僕ほんまに頼まれ事は試され事っていつも、まあ、テープレコーダーみたいにいつも言うけど、けど本当ね、コンビニのバイトでもかめへんし、ドーナツ屋の店員でもかめへんし、なんでもいいよ本当。でもね、一つ言われたらよし、この人の思ってる以上のことやったわ、一つ用事言われればこの人の思ってる以上のことやったわ、そうやってしたらもうなんせありがとうが増えるわ。ありがとうが増えると同時に、君ってさ絶対こういう仕事向いてると思うよとかね、こんなことにちょっと興味ないのとかね、いろんな人があんたの背中に書いてある才能をね、いろんな人見つけてくれて、いろんな人がこういろいろ教えてくれるの。本当その中で一番ピーンとくるものに興味があったら首突っ込んでみるといいわ。意外と、あ、私って一番自分が自分のことに知らなかったかもしれんっていうぐらいね、人が教えてくれるっちゅうパターンを生きるっていうのも、まあこれみたいな夢にも思わんかった人生路線ですよね。みんなは夢を無理やり見つけてそこへ努力してたどり着くのが人生だって勘違いしてるけど、まあ、もっとシンプルな生き方は何も決めずにさ、人から言われるそこに乗っかっていくだけで、実は自分が決めてもないのに夢にも思わんかった。これ俺なんかそうだけど、講演家になるなんて夢にも思わんかった、本何冊も出すなんて夢にも思わんかった。なんか円筑大学とか入ってて、こうやってするとみんなさんの人生豊かになりますよ、もらうことになりますよなんて、全国でこんなにやるなんて思いもしてなかった、想像すらなかったけど、やってて僕講演してる時もめっちゃ楽しいんですよね。まあいかんない、喋るの好きやし、自分の言葉でそうなんやっていう顔する人がおったりとか、もうめっちゃ笑ってくれる人いたりとか、もう隣の人の肩叩きながら笑ってくれてたりとか、そんなん壇上からわーって見てて見て、もう俺一人のワンマンショーなんで、もう超気持ちいいと思いながら、ほんで喋り終わった後、じゃあ中村さんの地域に出会ってこんなんでこんな風に人生変わった、ほんまってありがとうって、いや俺の分身みたいな CD がいろんなことでそんなお役に立てんねんやって思ったら、いやありがたい、こんな素敵な仕事が世の中にあるなんて18の時には知らんかった。そんなんで食っていけるなんて思ってなかった。けどますます可能性広がっていくなって今ほど思ってるんで、夢がないなんてな悩みに値するもんじゃねえ。何もないなら何もない自分をちゃんと受け止めて、よし、なら無職でもええや。無職はね、私今無職なんですっていう人、内職って書くわ、無職。でもね、
僕はね、そんな人いつもね、字書き方変えた方がいい。夢の職って書いてみ、これから。それで無職って言ってみ、言って。だって私、次何に化けるか自分でも分かんないんですよ。だから夢の職です、今って。そうやって言ってたら仕事がないことが嫌な風に思えんでしょ。次私は何に化けるか分からないから、ワクワクしてるんだよって、そういう気持ちでいると、ギフトが向こうから来る。でも俺何もなくて、俺何もなくてって言ってたら、こんなにへこんでるやつに何か言ってもやれるわけないだろうなってなるとね、ギフトが止まるんですね。そんなものね、にじみ出る、それをなんかもっともっと楽しむ方がいいですね。